筑波アタック一番乗り。2月2日トヨタ86の発表会場、そこからはトヨタの本気度が感じられた。なんと床には道路をイメージしたペイントが施されており、86に乗って登場した秋生社長はなんとレーシングスーツ姿。こんなことは超異例だ。さらにあの人もレーシングスーツ姿だった。あ、皆さん本当にお待たせしました。やっと86発表しました。まあ、この車の発表がスタートで、今からその皆さんとですね、どんどん進化させていきたいと思います。ぜひそのいろんな情報も皆さんと共有して、どんどん一緒にこの車をですね、いい車にしていきたいと思ってますので、よろしくお願いします。そしてデモラン会場に行ってみると、あ、どうも、どうも、86と86ドリフト担当の織田です。しっかりと招かれてました。この2人が同乗走行しながら超接近ドリフトを披露。空気圧をちょっと上げた程度でこんな走りができちゃってます。やるねやるね、うまいねうまいね、いいねいいね。今日は走った中で一番うまくいきました。どう？面白いよ。注文したよ。4月の真ん中が後半数だ。何色？赤。久々の FR スポーツの登場にみんな盛り上がってます。そのトヨタ86をどこよりも早くスクバアタック一番乗り。持ち込んだのは上級グレードとなる GT リミテッド。ぐっと低く構えたフォルムに2プラス2の居住性、リアシートを倒せばタイヤ4本を詰める走り屋のツボを抑えた嬉しい設計。シートポジションの低さにこだわったというコックピットは、ステアリングとシフトレバー、そしてサイドブレーキが理想的に配置されている。ピストンが互いに振動を打ち消す低振動の水平対向エンジン。さらに低く短いエンジンによって世界最高レベルの重心の低さを実現。それだけで86の潜在能力の高さがうかがえる。筑波アタック。さあ、 FT86 トヨタ86の新型です。まあ、筑波サーキットタイムアタックはオートバージョンが初でしょう。まあ、2周のタイムアタックをしてインプレッションをして、ドリフトをしてみて、どうか総合評価をしてみたいと思います。いよいよ土屋圭一が新型86全開インプレッション。もうタイヤがいいんだろうな、きっとエコタイヤね。エコタイヤね、バカにできないよ。本当に車って楽しいなって思わせてくれるのがこのタイヤかもしれない。なんかね、ハイグリップハイグリップって言っててもこういうタイヤ面白いよ。おい、なんでまたシフトミスしたよ俺。2の位置が違うんだな、これ。あー、使いやすいなー。あ、使いやすい。車がすごくこう穏やかに向きが変わって、どう動くかが手に取るように分かるっていう表現の仕方をすると、褒めすぎだって言われるかもしれないんだけど、本当にそう。そのなんだろう、こう剛性がすごくしっかりした車だから分かりやすいの。ほら、動きがね、すごく分かりやすい。
続いてドリフトインプレッション。穏やかだな、動きがね、ほらすごく楽。すんごい楽だよ、穏やかで、車動きがすごく分かりやすい、しっとりした車だね。あの以前ね、僕が家に入んだよ、修善寺で乗った時も言ったんだけど、 BMW の2リッターっていうぐらい、そのぐらいしっかりしてる、楽なんだよね、運転がね、すごく。すごく楽という感じの FT86 新型です。乗りやすいですよ、すごくいい車、本当に扱いやすい車ですよ。今までで一番こうインフォメーションがある車じゃないかな。こう動きがね、アンダーにしろオーバーにしろ出るのをしっかりとインフォメーションしてくれる車だから、そこが我々にとってはすごく楽。こういう時代にさ、こういう車を出してくれることが嬉しいね。やっぱり乗りやすいね。あのアンダーでもオーバーでも出る時のインフォメーションがすごく伝わってくる車だから乗りやすい。やっぱりこう86の血をつないでるんじゃないかな、この86は。ここからさらに良くなっていくと思いますよ。 GTR の隠し玉、トラックパックをつくば一番乗り。550馬力へのパワーアップとともに、シャシー剛性の強化、そして左右非対称セッティングによってより自然なハンドリングとコーナリングスピードが向上された GTR 2012年モデル。ボル114の軍載ではノーマルでありながら、あの RE アメミヤ7に肉薄する驚愕の区間タイムを叩き出した。その2012年モデルからオプションとして設定されたトラックパックは、スペック V に使われていたホイールと2シーター化による軽量化、ブレーキは交換コストを考慮してあえてスチールローターだが、冷却ダクトによってニュールアタックでもフェードしないという。さあ、ホットバージョン初、2012年、なんと3号 GTR のトラックパックです。ちょっと高いです、2人乗りです。これをインプレッションしてみたいと思います。悪いね。結構汚れてるから滑るね、前も後ろもね。このアタックの前に行われたドリフト走行会によって路面はかなりダスティー。目標のノーマル1分切りは難しいか。タイムは1分1秒台にとどまる。最終コーナーでちょっと暴れるかな。あのブレーキングからシフトダウンしたところがね、電子制御なのか分かんないけど、でも他の動きはすごい、動きはいい。1700キロある車の動きじゃないね。最終コーナーみたいなところだけだね、重さを感じるのはね。こういったところなんか本当にこう頭の入り、旋回いい動きしてるよね。あ、やっぱこう
35 GTR は進化してるね。年々進化してる。至る所に泥が出てるんでフロントも逃げるし、そこに今度はリアが乗って滑るっていう、まあ、悪循環ですけれども、そういう中でもね1秒台、1分1秒っていうタイプで走ってますからね、このトラックパックは、86にしても11秒台という、まあ、あの路面コンディション悪い中でも、インプレッションとしてはいい感触がつかめました。 N2 決戦を9日後に控えた小清水モータースポーツ、ちょっと時代遅れかな。ついに土屋 N2 号が完成。華やかさはないが基本に忠実に仕上げられている。同調リンクやワットリンクなど当時の N2 にも採用されていたノウハウが凝縮されている。ワットリンク、若干ロールセンターが低いところに来る。楽しみ半分。心配だな。白髪がさ、N2 白髪。これ N2 白髪だよ。さあ、その走りはいかに。そして優勝候補筆頭、テックアート。今回から、まあ、7A なんですけど、この点火系とかコンピューターの方を全部作り組み替えて、一番変わったのは、まあ、モーテックですね。モーテックに切り替えようかなということで、また今回は実験エンジンですね。戦いの場からパーツを生み出す、それがテックアートのポリシー。決戦5日前、筑波サーキット。皆さんこんにちは、土屋圭一の趣味の時間です。ということで、まあ、今日はですね筑波サーキットに来ておりますけれども、86がいっぱい来てます。こんな中でですね、新しく出来上がった86のストリート号、そして N2 号ですね、これのシェイクダウンを今日は、趣味の時間で行ってみたいと思います。まずはドリドリのマイカーストリート号からチェック開始。タイヤはグッドイヤーのイーグル RS スポーツを装着。面白いな、やっぱ86は。タイムは1分6秒台をコンスタントに走行できる実力。おやっさんもこれで堂々と釣りに行けるね。いや、やっぱ86はその気にさせるね。これはね、すごい、自分の車だから言うんじゃなくて、すごいいい仕上がりだよ、これ。これね、新旧対決したくなるわ、86と。そんなドリドリの思いと偶然居合わせた谷口とで、新たな86企画がここで勃発することに。あの新型 HKS の86でですね、7秒4だったんですけど、早いね、こっちの方が1秒も。やったー、 VVV。 あ、これ土屋さんの趣味の車でしょ。だから谷口が新型買ったでしょ、はい、あれも多分趣味の車になるでしょ、うん、あれタイプ、これでマイカー趣味。あ、そうしようか、マイカー趣味対決。俺86買ったから、俺の86と土屋さんのこの86で勝負をすると。ぜひよろしくお願いします。俺のは1980年代の車だ、やっつけてやる。あのね、俺は知ってんだ、この車にも上がりしろがないってこと。ということで、事後からマメに対決していきます。君はどっちの86を応援する。そしてついにドリドリが N2 号に乗り込む。7年ぶりの N2、 ドライビング的にも要求されるものが大きい世界。タイヤはニューのダンロップスリックを装着。土屋圭一のオーラが一変する、そのスイッチとともに。
まずはゆっくりとコースイン。タイヤを温めて徐々にペースを上げていく。滑るね、まだね。トルクはあるよ、結構。そしてファーストアタックへ。7をマーク。足硬いな。かっこいいって当たりませんか？当たってる。かなり当たる。ちょっと上げないとダメかもしれない。まあ初めてにしてはこんなもんだったら上出来じゃない？ここを使ってないもんね。ここだけ設置してるってことだよ。ゴムがここまで来て、ここからここで溜まってるから、ここは使われてないゴムで、ここでもう車高が当たっちゃってる。あ、はい、7年前だったらこの状態で十分勝算があるが、現在のライバルは一分切りを果たしているだけに、土屋と小清水はあと2秒削らなければならない。もうちょい減らしたいね。わかりました。車高、キャンバー、減衰力を少しずつ調整。しかし0秒台にはなかなか入らない。なかなか0秒いかねえな。0秒は今のところ見えねえな。0秒の壁が土屋の前に立ちはだかる。だんだん上がってきたぞ。 86N2 の乗り方が方、リリースの仕方、アクセルの入れるタイミングとかね、86ならではのこういう軽い車の乗り方忘れてたよね。プロのメカニックとしてのプライド、乗り手のプライド、2人のプロが N286 を通して何かをつかみかけているようだった。そして土屋の走りが覚醒する。シフトアップの速さがそれを物語る。まるでベストラインを駆け抜けるもう一人の自分を追いかけているかのような走り。一本の線がピンと張った状態。そんな張り詰めた走りからついにこの日のベストタイムが生まれた。1分0秒955。タイヤは周回を重ね、グリップレベルは相当落ちているはずだが、そんな状態でもサーキットでは必ず何かを起こしてくれる男、あの頃の土屋圭一が帰ってきた。やっぱりすごいねこの人。あ、86のおかげかな、もしかして。大人の休日の過ごし方、中堅一の休日はコースモス。まあね、やっぱこうシェイクダウンといえね、2台の86をシェイクダウンしましたけれども、まあ、ストリートも
これはね全く問題なく、なんかまあ、前回ね文才ではやってますけれども、さっきから初めてで、これはもういい仕上がりをしてきたんじゃないかなと。 N2 の方はねさすがにやっぱこう究極でとんがってるんで難しいですね。難しいんだけど、そこがやっぱりその86の100分の1秒コンマ1秒を詰めていくところの面白さじゃないかな。もうちょっとこうリアを安定させるため の、 車高の落とし方だとか、あとはそうだなスプリングだったりね、硬いのがいいのか柔らかいのがいいのか、あるいは、まあ、もう一つちょっとこうネックになってるのがレフのイニシャルトルクが高すぎるための、アクセルオフのアンダーで入っていく、アクセルオンでいきなりオーバーになるっていう、その辺はねデフのイニシャルトルクを下げれば対応できると思います。まあトップは無理だろうな、またまたしても、まあでも7年ぶりにね N2 世界一決定戦出るんで3位ぐらいにはなりたいなと思います。乞うご期待。土屋圭一にとっての N2 86、その正式名はカローラスプリンターグランドカップレース。土屋圭一が86のフレッシュマンで7連勝し、いつかは乗れるだろうと憧れていた N2 86だが、たった2年で終了。土屋に出番は回ってこなかった。レース界に忘れてきたもの、味わえなかったもの、それが N2。そんな土屋の思いを汲んでくれた TRD が全面バックアップしてくれて生まれたのが筑波 N2 決戦。1998年にスタートし、日本全国から熱き86ファイターが集結。土屋圭一と86同士で究極の走りを味わうために、土屋は最多勝率を残すも7年ものブランクが空いてしまった。土屋にとって N2 86への思いとは。アマチュアだろうがプロだろうが、やってる奴らは当然その時代憧れたよね、うん、FF のレースには憧れないけど、その時代やっぱり86ってものは史上最強っていうかさ、一番面白いって多分感じたものだと思うよ、車好きにとっては。こいつは面白い車だっていう、その中の頂点にあった車で86っていうのは、 N2 はその時代いっぱいいろんなレースがあったけど、86の N2 っていうのは別格だったね。飛び抜けた存在感っていうものあったね、オーラは。そして決戦前夜、再び全国から熱き86ファイターが筑波に集まった。2人で乗ると評価って薄くなるじゃない。だけど1人でスプリントをやるっていうと、そいつの実力が 100% 評価されるっていう、こんな面白いレースはなかったよ。それもそのみんなが面白いと思われる86で、それのこう TRD が頂点を作ったわけだから、 N2 っていうクラスを TRD が持ってる N2 っていう車を作り上げたプライドみたいなものは崩さないできたけどね、やっぱり GT ウィングついてるやつらにはかなわないね。それ負けてもいいんだよ、負けてもいいんだけど、昔のまんま あのリアスポイラーで GT ウィングにどこまで立ち向かえるかっていうものがやっぱ面白いんじゃないかな。リアスポイラーだけで当時のままのシルエットで今の86っていう最速の86たちにどこまで立ち向かえるのかなっていう、その面白さを伝えていきたいなと思う。夢はこのグリッドに並ぶこと。
ホットバージョンボル115ということで、まあね、筑波サーキットに来てますけれども、今回のホットバージョンボル115はですね、なんと、うちの ARTA ギャル2012年、はい、横峯さくら、いや違いますね、林梅、違いますね、私はですね2012年 ARTA ギャルズの林さくらです。よろしくお願いします。ARTA ギャルズの林さくらちゃん、スーパー GT でもぜひ声をかけてください。あ、髪の毛が、それでは行ってみたいと思います。 N2 つくば世界一決定戦、僕にさせていきます。どうぞ。ついに復活、 A86 つくば N2 決戦、ついに決戦の日がやってきた。ニュー86もストリート号も登場、そして大ちゃんも登場。筑波の N286 決戦です。ちょっと様子見に来ました。さあ86ファイターを紹介しよう。前回の86祭りの覇者、クリスタルボディ横浜小田さん、ちょっと3日4日ぐらい前に壊れちゃってエンジンが、なんでとりあえずエンジンで直してきたんで、ちょっと意気込みがなくなっちゃいましたね。まあでも土屋さんといいバトルができたらいいなとは思います。はい、元杉林号に乗るのは小泉商会モグラレーシングの坂本くん。初出場なんですけども、頑張ってトップの方に食らいついていきたいと思います。まあ、精一杯頑張ります、はい。N286 のトップドライバー小泉孝太郎、そして今回の登場愛ちゃんです。自信はない、勘違いから全て発表した。勘違いからね、関西の勢いで。そうですね、関西パワー、はい、頑張ります。でもすごい緊張しちゃった今。これまで N2S で腕を磨いてきた諏訪選手、 N2 決戦念願の初出場ダウン。 DVD の、このグリッドに並ぶことっていうあの言葉を見て、それはどうしてもしたいと思いまして、まあ、初めて参加させていただいてるんで、まあ、迷惑かからないように走りたいと思っております。あと土屋さんと一緒に走りたかったんで、先ほどもコースで一緒になったんで、とりあえず追っかけなきゃっていう気持ちで、もうなんかわーって感じでしたね。なんか言葉にならない感じで。プライベーター金子、今回はエンジンをテックアウトで組み、上位確実か。今日走れるためにいろいろ手伝ってくれたみんなに本当に感謝して、で今日一日を精一杯楽しく走りたいと思います。まあ、なるべくいい結果を出せればなと思います。そして我らがスピリッツ太郎こと熊倉さん、熱すぎる走りは未だ健在。ホットバージョンが50歳代の2人、どっちが先に1分切りをするかというのがテーマらしくて、まあ土屋さんに負けたくないから今日1分切りしたいなと。だから1分だったら息止めて走れそうだから、今日ちょっと息止めて走ってみます。順位より土屋さんの前にいたい。前にいたい、はい。今回こそは是が非でも優勝したい、その願いは叶うのか。テックアート鎌田、はい、今回の意気込みを。はい、勝ちたいですね、もう素直に、はい、いや今回ちょっと練習少なかったんですけどね、時間が。まあでも人間的に調子がいいんで、マシン的にも調子がいいんで、まあ狙っていきたいなと思ってます。はい、そして車検委員長のホンダ P 主導で厳正な車検が行われた。
主なレギュレーションはご覧の通り。今回のポイントは排気量の差に合わせ最低重量も見直された点だ。今回の N2 決戦は合計14台がエントリー。これまで積み重ねてきた86への思い、そして土屋圭一と86同士で走れる一瞬を味わうために筑波に集結してきた86ファイターたち。1分を切らずに上位進出は至難の業だが、そんな状況にもかかわらず土屋 N2 号を見習ってあえて GT ウィングを装着しないマシンも現れ始めている。この日筑波に集まってくれたファンはおよそ1500名。彼らのためにも、そして自分自身のためにもぬるい走りは見せられない。まずは予選だ。予選時間は15分。まずいきなりトップに躍り出たのがスピリッツ太郎。自己ベストの0秒5には届かず、タイムは1分1秒044。続いて金子が来た。金子は本番で自己ベストを更新、0秒569をマーク。そして59秒台に最初に入れてきたのはこの人、クリスタルボディ横浜の小田選手。タイムは59秒853。さらに小田選手のタイムを上回ってきたのが兄弟で戦う小泉幸太郎。筑波ホームコースではないもののまめに遠征し走り込んでいるだけあって、もはやドライビングに迷いがない。自己ベストをコンマ1秒削り59秒716でトップに浮上した。そして今回初登場の諏訪智樹選手、マシン製作に4年の月日をかけ L2S で腕を磨き、ついに L2 決戦まで上り詰めてきた。自己ベストは S タイヤでマークした59秒98、それを上回り見事59秒960をマーク。そしてドリドリがアタック。シェイクダウンテストの結果を踏まえて LSD のイニシャルセッティング、そしてリアスタビも変更し持ち込んだ結果、それがズバリ的中。マシンは見違えるほどいい動きを見せるが、ここでシフトミス。そしてこの日の一番時計をマークしたのがテックアート。エンジン製作は弟が担当、コンピューターセッティングは兄が担当、
そして次男がドライバーを担当するテックアート。まさしく863兄弟のパワーが実り、見事ボールポジションをゲット。59秒616だ。予選終了。トップ4台が59秒台をマークするという結果に、ドリドリは5番手。惜しくも1分切りはできなかった。自己ベストで2番手に入った小泉幸太郎。8300回転ぐらいからがなんかちょっと不景が悪いんですよね。すごいバサつく感がやっぱあって、ちょっと今それをなんとか直していきたいなと思ってるんですけど、まあ、とりあえず予選はなんとかゴールが取れたんで、決勝、まあ、こうちゃんとあんまり幸太郎君とあんまりほとんどタイム差がないんで、あと他のドライバーとも変わらないんで、まあ逃げ切るしかないですよね、はい、インパルス田島選手。調子が悪くて今のところまだ一度もアタックができてない状態です。今微妙なところです。時間がないんで、はい、2速のシフトミス、3速のシフトミスで、最後は2ヘアでブレーキが効かなくなったっていうのがあって、まあだから9秒8は見えてるよね。ああいうミスした中で0秒1だから、なんか9秒8は見えてんだけど、まあ先頭の4台が垂れてきてどうかなっていう感じだよね。決勝は垂れてくるのを待ちます。インパルス田島選手は残念ながらここでリタイアに。結果13台が決勝のグリッドへと進んだ。そして予選最速の称号はテックアート鎌田選手の手に。4番グリッドカーナンバー26番ボールポジション鎌田、2番手小泉、3番手小田、4番手スワー、そして5番グリッドに土屋圭一。6番グリッドに金子。各社フォーメーションラップへ。エンジンが吹けない。何があったのか、吹けなくなっちゃって、まだ治ったんですけど。小田選手はピットスタートに。いきなり波乱の幕開けとなったつくば L2 決戦、まもなくスタートだ。スタート方式は駆動系保護のためローリングスタート。さあスタートだ。各社綺麗なスタートを決める。ドリドリはペースが遅いと判断したのか、アウトから仕掛ける。GT ウィングを持たないドリドリにとってのチャンスは少ない。タイヤが温まっていない今こそがチャンス。前を行く諏訪に迫るが、やはり GT ウィングなしの差がいきなりここで出てしまう。ダンロップから 80R ではやはり離される。2番手小泉がビッグチャンス。鎌田をロックオン。一瞬のミスが差をすぐに生み出す。しかもチャンスも少ない戦いだ。
オープニングラップはテックアート鎌田が取った。しかし後ろは大接近。2番手争いに注目だ。S 字から1位早い。インガーの諏訪が有利か。並んだ。さあ立ち上がり勝負全開だ。しかし諏訪ここで痛恨のシフトミス。2速全開から1速に叩き込んでしまった。これを見逃すはずもなく金子も来た。しかし完全にオーバーレブで終了かと思われたが、諏訪のエンジンはまだ死んでいない。なんと金子とサイドバイサイドに。まだいけると諏訪は確信して右足を踏み込む。最終コーナー予選ではここでの区間タイムで4番手の速さを見せた土屋号。しかし決勝ではさすがに修正量が増えてきている。あった1コーナーでクラッシュ発生か。 M&I レビンがコースアウト。そして土屋号との差を徐々に詰めてきているのが諏訪。GT ウィングのメリットは高速コーナー区間だけではないのだ。ブレーキング時も車を抑え込んでくれる。2ヘアピンでも諏訪は一気にその差を詰める。ロックオンスリップに入った。いけるか。コーナリング中の自由度が違う諏訪はここでラインを変え立ち上がり重視。ドリルが修正している間に横に並ぶ。これで勝負あり。ブレーキングにも効果がある GT ウィング、見事土屋号を抜き去った。初登場で見せてくれるぜ諏訪。一方トップ争いは依然ワンミスも許されない超接近バトルを展開。是が非でも守りたいトップの座。小太郎も一度も優勝を勝ち取っていないだけあって是が非でも勝利を奪いたい。さあどっちが初優勝をもぎ取るのか。バトルは5ラップ目に突入。高太郎のマシンのエンジンには故 TRD 桜井氏から譲り受けたカムが入っている。それだけに一度も勝てないのは亡き桜井さんに申し訳ない。その思いで高太郎はテックアート号に食らいつく。マシンをねじ伏せるドリドリが、さらにマシンには問題が。ブレーキかね。なんだこのブレーキ。バトルはこの3台に絞られたか。諏訪がトップ2台にまたしても急接近。そしてここで諏訪のマシンにもトラブルが発生。エンジンの回転がばらつく。
桜井さんからエンジンの組み方を教わった小泉号、今度こそ勝ちたい。さあ残り3周。しかし小泉号にもここで不運が。なんと三速ギアがなくなってしまった。そして最後まで諦めない走りが新庄のドリドリ。ブレーキに不安を抱えながらもペースが上がらない諏訪を捉える。これでドリドリ3位に浮上。そしてファイナルラップあと残り半周。テックアート鎌田選手、ついに念願の初優勝を決めた。小泉が2番手、ドリドリは3番手に。ファステストラップは諏訪選手がマーク、1分0秒246。N2 決戦を制したのはデックアート鎌田選手、おめでとう。では優勝は鎌田さんでした。すっごい嬉しいです。本当にあの N2 決戦で出させてもらってからもう意外と勝てるのかな、今回勝てるかなと思いながらも勝てなくて、やっと念願の優勝ができてすごい嬉しいです。ありがとうございます。でもまだまだ進化していきたいと思ってるんで、はい、まだまだやりたいこともあるし、圧力の進化を止めさせたくないんで、止めたくないんで頑張りたいと思います。熱き思いが交錯する AE86N2 決戦、次回は誰が最速の称号を手にするのか。峠最強伝説、峠 FF クラスに彗星のごとく現れたライムグリーンのミニクーパー、ミニガーデン。来てるな、ベタ付けだよ。 FF クラスの魔王ジェイズ・シビックが追い詰められる。早えな、チビスケ。もはや FD2 シビックでは時代遅れなのか。最新ヨーロピアンチューニングの圧倒的なパフォーマンスに魔王の座が奪われた。ホンダの峠奪還なるか。始まりました、峠最強伝説2012年のシーズン開幕です。おう、パフ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 、また始まるわけですね。12年パフ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 じゃないです。はい、大丈夫です。はい、はい、今シーズンは FF クラスからのスタートです。おお、えい FF フロントエンジンフロントドライブ。はい、2011年の FF クラスは、まあ、なんとミニクーパーが魔王となりましたね。緑のね、はい、出てるやつ、はい、びっくりでしたね、あれ予想外。そうですね、はい、てか日本人何やってんのって。そうですよね、まあ、シビックとか、ね、いきなり来ていきなり魔王だよ。ジェイズとかもいたのにね。そう、シビックとかね、まあ、ジェイズが勝つと思ったでしょ。だってジェイズかオニクボですよね、うん、まあシーカーはないと思いますけど。
チーカーは来る勇気が、まあ、偉いですよね、はいはい、今回も、うん、ゴルフとかね、ミニクーパーとか、うん、そういうねヨーロッパ勢がね魔王を狙ってきてます、うん、はい、いやらしいですね。そして土屋さん、今回からコースも変更という。そうだよ、うん、聞いてないよそんなの。なんすかこうコースの変更って何すか言わなかったっけ。聞いてないですよ。あ、聞いてない。あれ、まあ、これは不思議。これは不思議なんだそれ。ということで、あのコース変更、ね、そういうの事前に教えてもらえますかね。言わなかったねえ、おかしいな。実は土屋さんが一人コスト練してるってことはないですよね。あ、走ったことないんですよ僕。あのね、うん、ただ以前このフルコースを走った時にここはこう面白いんじゃないかなと、うん、この区間でやってみたらどうかなっていう、はい、そういうプランがね、あの頭の中でプランプランしたわけで。素敵、プランプラン、うん、コース変更したホットバージョン峠最強伝説ご覧いただきたいと思います。どうぞ。最高のストリートチューニングを問う峠最強伝説 FF クラス欧州チューニング VS ホンダ。従来のダウンヒル区間コース A に対して今回はヒルクライム区間のコース B を使用する。早速ドライバー3人でコースを下見。このブレーキ危ないですよね。やばいね。ケツ出るよね。アンダーかオーバーか。こっちの方が走りやすそうね。峠コース B がどんな感じかドリキン号でインプレッション。以前はこの後ろ側、まあ、コースの前半でやっておりましたけれども、今回からですね、この後半、コース後半で行ってみたいと思います。峠最強伝説、この辺がスタートになるのかな。ね。お、スタート、ここだ。よいしょ、ここから S 字だ。はい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 、ヘアピン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 。ですよ、今までよりはそのストレートコーナーの立ち上がりからストレートが長かった分パワーで負けちゃってたショップの人たちね、ここで挽回できると思いますよ。ストレートを短くしてより車のバランスを上げていく、この車のバランスで勝負をしていく、こういったところです。ここから最後はギャップチェックです。うおっとっとい、跳ねる86跳ねる。車両レギュレーションはあくまでもナンバー付きで一般道をいつでも走れる車であること。予選はあくまでもフィーリング重視。3人のドライバーによるインプレッション評価点の合計で順位を決める。ミニガーデンはあえて魔王号ではなく旧型で技術力の高さをアピール。前回のデータローガー積まして走ってましたので、なんでそこら辺のデータ解析含めて、ここの特性に合うようにサスペンションセットアップ含めて全部見つめてきました。
まぐれじゃないように実力をしっかり出して頂点狙いたいと思います。前回でですね、峠の魔王になったミニガーデンです。ミニガーデンのミニクーパー、今回は、スーパーチャージャー付きという感じでお送りしたいと思います。これが今回魔王になれるかどうか行ってみたいと思います。ここからスタート。おいおいおい、おスピードコントロールを誤り思わず絶句。うわ、ブレーキ甘くて怖い。区間タイムは19秒261。 FF には辛い上りだがドリキングを上回ってきた。ゴールゴールとかよっちゃん騒いでんだろうな。そうゴールってまだあるよ。ドリドリグリップは高いんだけど、なんかハンドリングがこういうもんなのかな。ミニクーパーって割とピーキーなんだよね。前回の R56 ミニのクイックさが今一つだったドリドリ。旧型はさらにクイックなんだとか。おいおいおい、前回の R56 ミニに惚れ込んだというオリダーはどうか。この辺なんか降ってきるもんな。ブレーキが効かないよ。ハンドリングはすごくいいんですがブレーキが効かない。そしてノブインプレッション。コーナリング最高だな。これブレーキがいけてないな。これありゃー、3人ともブレーキにダメ出し。どうしたミニガーデン。 FF マシンのマイルストーン、ゴルフを手掛けたのは橋本コーポレーション。急に参加させていただくということになりましたし、まあ何もできてないんですけども、その状態でどこまでいけるかっていうのは今回のテーマになってますし、まさしくストリート、街乗りというのがターゲットになってますから、車の仕上げ方が、まあ、そこら辺を、今日試してみたいなと思ってます。まあ、初参加ですんで、なんとかあの皆様に迷惑かけない程度に頑張らせていただきます。よし、はよ。おしっかりしてるな。パワーあるよね。足もしっとりしてる。この足好きかも。ドリドリは一転がしてその質の高いフィーリングを察知。さあどうか。ああ、アンダーだ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 よ。アンダーだよ。区間タイムはミニガーデンに遅れることコンマ4秒。足はいいよ、しっとりしてて。うおい、まあ、この羽はしょうがないかな。ギャップチェックポイントは要修正。さあマックスインプレッション。アクセルのリニアさがもうちょっとあればな。アクセル戻した後にちょっとね、アクセルが離れない感じがあるんだよな。いやでも力あるね、エンジン。すごい250馬力。あのこれストリートだったらすごい気持ちいいで。ノブはゴルフをどう見るか。めっちゃいいよゴルフ。よく走るよこれ。低回転からすごくレスポンス良くて早いね。現行モデル R56 ミニは EX ゴルフがエントリー。
まずエンジンのコンピューター系ですね、そちらのデータの書き換えとか、あと給排気系、あと足回り、一通り、あと駆動系ですね、一通りやってきた車になります。まあ、あとシェイクダウンということで、このポテンシャルがどのくらいか満たせていただきたいなと思っております。パワーあるね、ブレーキよく効く。ダウン、はい、スタート。もしかしたらいいぞ、これちょっと。バランスの良さでどれどれも好印象。しかしタイムは3番手。早いわ。うお。あのギャップはすげえ怖えよ。身に使え、マックスがインプレッション。いや、エンジンはすごいよ。いいんじゃないこれ。面白いよ。すごいリニアだもん。そしてノブも踏んでいるぞ。スーパーでよく走るね。しかし、乾いたチタンサウンドがかっこいい。予選の前半戦が終了。ここでしもべえブレイク、アニマルプリントがセクシーなさとこちゃん、あー癒されます。シーカーはニューエンジン、ケーテック K215 を搭載して魔王奪回を狙う。トルクが結構ありますんで、その辺をうまく使えれば、まあ、こういうステージであってもエンジンのせいでその扱いにくくなるとか、そういったことはないと思います。ちょっとこの車で持ち込んだのが初めてなんで、ちょっとどうなるかわからないですけれども、まあホンダにやっぱ FF ありというところを証明できるように頑張りたいと思います。お願いします。はい。さあ、それでは懲りずにやってくるシーカーの寺岡さんちの車行ってみたいと思います。ダウン。おお、ジャンプするぜ。もういい車じゃん寺岡。ビンビンビンにレスポンスする NA サウンド、これぞホンダイズム。区間タイムはなんと18秒台をマーク。早い。ここもそうだね。嫌なアンダーが出ないんだよ。これはレベル高いぞこの車。フロント265タイヤのセットは大正解。ケーテックパワーを無駄なく伝え切る。いいじゃないシーカー。これはこれをやる気になるね。およく曲がるよ。オリダーはインプレッション区間を全く無言で攻め込んでました。さあノブインプレッション。フロント食いつく。楽しい。これはすごい。ホンダ魂ここにあり。スプーンは FM2 を熟成させてエントリー。
皆さんの噂だとちょっと重くて遅いんじゃないのとか ありますが、SAS のセットはすごく基本的にいいので大きな変更なしに軍祭でも活躍できるんじゃないかと。理事からつけただけと、こういうことで。車踏んでるとき安定してるからね。踏んで踏んで踏みっぱで飛ぶまで踏んで。スプーンシビックタイプ R 行ってみたいと思います。パワーある。ダウン。ラッ。タイムはあと1個で18秒台。ホンダがワンツーに入ったぞ。しっとりしてるねこの車。これは立派だぞ。ホエール VTEC、 これぞホンダサウンド。どっか飛んでっちゃうよこれ。怖え。オリダーもアクセル回路マックス。エンジンギアは最高にいいよ。ノブもふみふみふみっぱ。接地感すごい。ベリーレーシーだね。でもね、トルクアンダーもないしね、これ固めだっていうこと以外は楽しいね。予選結果は、そして決勝に駒を進める車はいかに。結果発表、イエーイ。第5位、お橋本コーポレーション。よっよっよっ、95高いよこれ。はい、3周回ったらしっかり慣れたら意外楽しいぞこの車。意外とよく走るし。何で3周も回ったの、うん、ちょっとね、俺1周だったよ。諸事情があったんです。諸事情があった。なるほど、はい、パワーはいいんですけど、はい、アンダーなんですよずっと。どこも、うん、でも2人はあまりそういうことをおっしゃらずに足いいってお聞きしましたけど、まあでもタイムはちょっと一番遅い遅いんですけど、はい、次、まあ、ブレーキ入れたりとか、はい、もう少し勉強してまた来させてもらいます、はい、ありがとうございました。はい、はい、続いて、はい、おっ、あと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 、大丈夫大丈夫。第4位ミニガーデン。ミニガーデンか、ね、魔王が落ちました。いや、ブレーキだけですね。あのね、はい、なんでこんな効かないブレーキにしたの。いや、5、3の元々システムがマスターバックの容量とのバランスがすごい難しくて、 ABS の介入が非常に早いんですよ。で、まあ、それのバランスを考えて、まあ、結構深いブレーキを、まあ、今日セットしてきたんですけど。コーナーは早いんだよ。そう、ハンドリングはすごくいいな、はい、ブレーキが効かないから怖いんだよね。そうですよね、はい、そう。エンジンもやっぱこの間のがちょっとパンチトルクがあるな、ね、タオだったので、ね、今回パワーバンドがかなり、上で、まあ、ほとんど NA みたいな。まあ、この間魔王を取ったから舐めてかかってきた。いやいや、すごく真剣に取り組んで。そう、ブレーキだけですね、ブレーキだけですね、はい、もう一度勉強して、はい、はい、出直します、はい、では仕切り直しの第3位、じゃじゃーん。あ、X フォルム、 X フォルム、 X フォルム、ミニ、同じミニ、ま、魔王やっつけましたね。ありがとうございます、ね、はい、これはさ、ブレーキ効きすぎるんだよね。はい、逆ですねこれは。ちょっとパッドの問題とかその辺で一番安定して効くやつをという形でつけてきちゃったので。でもとりあえず止まらない感じはないから。そう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 、ね、やっぱ止まる方がいいんだね。慣れる感じはないです、ね、こういう調整ができない、はい、はい、ちょっとその辺をまた話題で
研究して、そうだよね、はい、エンジンはすごくいいですよね。パワーの出し方はいいよ、はい、だから94、95、95で全体的にハンドリングもすごく素直な感じ、はい、ありがとうございます。今日は気分いいんだよ、あのミニガーデンの魔王をやっつけたから、もうそれだけで、それだけで気持ちよく、もう帰りはウキウキ、ね、なるほど、はい、あなるほどね、はい、そうですよね、はい、続いて、はい、第2位です。お、おぎくぼ出ました、シビックユーロ R、 シビック R ユーロ、はい、シビック R ユーロ、はい、ね、第2位でした、ね、これどうでしょう、ということはシーカーに負けてるんじゃないのえ、シーカーはこの下にいるかもしれない、はい、どう、点数的には悪くない、94、96だから、うん、あの僕の学生時代の算数のテストと、はい、ありがとうございました、それでは第1位、終わりですか、終わりですか、いや、エンジンとミッションのいいよ、完璧ですね、完璧、コーナーも楽しいですよね、曲がってるのは楽しいですよね、アクセル踏んでる時は最高です、そうそう、ただ型っていうのはあのどうしてもあるから100点からはちょっとだけ点が下がったかなっていう、ギャップのあれですよね、そうですよね、君ら若いのに細かいこと言っちゃダメだよいや、この細かいことを言うからね、ホットバージョンをご覧になっている世界中の皆さんが、このホットバージョンを基準にしてみんなどの車買おうかなと思ってるわけですよ、分かってんの、でもエンジンミッションだけだったら100点、こんなにねギャップが多くないとこだったら、すごいもう100点でしょうね、で今日のテストコースがさらにそのギャップが気になるようなポイントはやっぱちょっと多かったですよね、そういう言い方もできるね、はい、ありがとうございました、続いて第1位です、1位どこですか、おお、シーカー、シーカー、何かの間違いで1位になってしまったシーカー、多分間違いだと思いますよ、これ、96、95、97、高いですね、どうよ、おみくぼやっつけた感想は、涙が出そうですね、本当にもうね、はい、泣いてるね、泣いてるね、はい、泣いてる、寺岡いつもこの辺にいるもん、この辺じゃないですか、そうだよな、予選落ちとかな、さっきもドキドキしてて、はい、すごいね、だけどこうスプーンとさやり合ってトップだよ、ただね俺が乗った感じは、はい、シーカーのタイヤをスプーンに入れたらスプーンが上に来ちゃうんじゃないかなあ、言っちゃいましたそういう見方もありますよね、もうちょっとスプーンはグリップしてくれたらなんて、シーカーのはどこでもこうグリップしてるから安心なんだよ、ね、タイヤちょっとあれですね、エンジンもいいの、エンジンもいいですね、うん、エンジンも速いですよこれ、うわ、ちょっとやっぱミッションのギア比がちょっともったいなかったなってう、ね、ところだけですね、ちょっと軽いですね、うん、そうだね、はい、その辺は甘く見てるよね、やっぱりシーカーらしいね、まあ、ちょっと爪が甘いのがうちらしい、はい、でも本当に今回はあのアンダーを消そう消そうっていう、やっぱりあのプロの方とか峠攻めるとオーバーよりあんまアンダーの方が怖いと思うんですよね、何もできないじゃないですか、そのアンダーを感じないようにあのイケイケで踏んでいけるような、なんでなんでさ、寺岡は今までそういう車作らなかったの、気づけなかったんでしょ、ああ気づけなかったんだここに何度も出させていただいて、やっとあの気づくに至りました、長くねえかその年月が、笑顔は素敵だもんね、かかりましたね、長いよな、だけど踏まれても蹴られてもこの辺にいたのに今トップだから ね、まあ、ねだんだんね、さっき呼ばれてこに来た時よりだんだんこう顔がね、顔がだんだんまろやかな顔になってきたもん、ということで、はい、でも、今回は全体的に得点高いと思うんですよ、高いですよ、はい、高いですよ、ただね、僅差やっぱタイムと、得点を考えるとシーカー対スプーンでちょっとこう決着をつけようかな、なるほど、はい、はい、それで、エキゾールドフォルム、EX フォルム、エグザイルフォルムで、ダニングしか俺らが追っかけると、それでは3台のバトル行ってみたいと思います、はい、どうぞ、決勝は先行後追いのイニシャル D 方式で決着をつける、峠バトル、シーカー FD2VS スプーン FL2、さあ新コースでのバトルです、どうなるかさっぱり分かりません、でも頑張ります、さあ屈折10年シーカーがポールポジションを取りました、果たしてバトルはいかに、ご期待ください、まあ、今回僅差でねホンダ勢上に行ったんで、このホンダの2台どういう特性かちょっと後ろから追っかけます、ホンダでワンツーを飾れて嬉しいです、ツーだと嬉しくないです
まあでも2でもいいじゃないですか、もう。まあそっか。ここまで来たら。ヒート1はノブのスプーンが先行。S 字コーナーでシーカーが差を詰める。ほらシーカー早いよこれ。タイトコーナーではさらにシーカーにアドバンテージ。シーカーの勝ち。お、10-0土屋圭一だと思います。見てるとやはりこう回り込んだコーナーはあっちの方が速そうですね。続いてヒート2はシーカー土屋が先行。2012年峠の魔王決定戦第1回目、はい、なんと、うん、シーカー優勝。優勝ですね。おめでとうございます。優勝です。優勝です。スプーンさん、はい、負けちゃいましたね。まあ勝つチームもあれば負けるチームもある。何を、負けるの分かんないこと言って。話せば長いけれど、まあ今日はこれぐらいにして勘弁してやろう。あ、その代わり次見てろ。なるほどね。環状8号線の争いがバチバチと。でもさ、エンジンもいいんだよね、シーカーの。ありがとうございます。あのギア比でね、2速で負けてるかなって感じ。どうも。あれは失敗でした。ギア比だけですよね。そう。でもまあ失敗で勝てたんで。言うよね。言うよね。荻窪が遠くを見つめてる。負けた荻窪の挽回は次回ということになりますけども、今回の峠の魔王は。シーカー、ナオカでした。 Yes.